皆さんこんばんは。本日はカハカバー対アルティプラーノブナコナミスタジアムよりお届けしてまいります。この選手はアジア出身のプレイヤーに与えられるアジア年間最優秀選手賞に輝いた選手です。そうですね、以前日本代表にいた選手も結構この輝かしい賞を受賞しているんですよね、はい、この賞のいいところは欧州リーグ限定とかじゃなく各国のリーグも視野に入れているってところだと思いますね、はい、いずれにせよ個人タイトルとしては素晴らしいものだと思いますけどもね。誇らしいでしょうね。このラインナップになっています。勝者はどちらなのか。さあキックオフまであと少しです。今前半がスタートしました。カハカバーイ対アルティプラーノブナリーグ折り返し後半戦最初の試合です。解説は北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。左から上がっていきます。スルーパスを出す。スルーパスを出す。ここはキーパー処理しました。アルティプラーノブナ、ここまでリーグ総得点が一番多いチームというデータが出ています。アルティプラーノブナ、アウェー戦ではここまでまだ負けはありません。敵地で来た先制。アルティプラーノブナ、ここで先制。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、はい、ついて確実に決めてきましたよね。そうですね、今シーズン初ゴール。さあアルティプラーノブナ、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや大きいですね、このゴール。リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言えますよね。この後も流れに乗りたいですよね。ボールを上げる。取んなかったですけど大きな揺さぶりですよね。裏を狙っていきます。カウンターを仕掛けていきます。柳、さあ繋がるか。裏へ抜けた。ミドル。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか。危ないシーンでした。カハカバーイ、ちょっと遠目からのシュートでしたけども、もう少し前に行っても良かったんじゃないでしょうかね。狙う。中央へ。オフサイドですか。最後ダイレクトで入れてきましたけども、アイディア良かったでしたね。アルティプラーノブナ、この序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。この時間帯のリードっていうのは非常に戦いやすいですよね。体を張ったプレー。シュート、止めた。
しかしこれよく止めましたね。決して簡単なボールではなかったと思いますけども、よく止めましたよね。このピンチよく防ぎました。いやよく触りましたね。最初のコーナーキック、惜しいシュートです。アルティプラーノブナン、決定的なチャンスを収めることができませんでした。ここはカットします。ドリゴ、アーチのようなパス、裏へ届くか、柳上げる、チャンスになる、シュート決めた。アルティプラーノブナンリードを広げました。最後キーパーとの対決、見事決めましたね。いやしっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。特に1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負でもありますからね。瞬時に相手の動きを見てコースを判断する冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですよねこれはね。今シーズンの4ゴール目です。さあアルティプラーノブナン、さらに1点を追加し2対0としています。ブナンとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね。2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。パスでつないで攻め込んでいきます。アルティプラーノブナ、大きく縦へ、ドリゴ、これはスローインとなります。もう一つ前に行きたい、中央へ、ドリゴ組み立てながら攻め上がっていく、大きく前線に入れます。柳、追加点、連続ゴール、アルティプラーノブナン狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。今日2点目です。アルティプラーノブナン、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。ブナンとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。ブラジル、ブラジル上げる、玉川、先日のメディアの取材では今非常にコンディションがいいんだと語っていたようで、確かな手応えを本人も感じているようですね。いやポテンシャルを感じさせる選手ですよね、まあ、目に見えない何かこう自信のようなこうオーラのようなものを感じますよね、まあ、こういう選手は何かのきっかけ一つで一気に化けたりとかしますからね。この先もその活躍ぶりに期待ですよね。
裏へのスルーパス、おっと来た、決めた。アルティプラーノブナン立て続けにゴールを決めてきます。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。カットトリック。さあ、アルティプラーノブナ、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。いや、追加点。アルティプラーノブナン立て続けに得点が決まります。さあ、今のゴールですけれども、奪ってから早かったですね。まあ、相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどもね、はい、高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうという、いい形の攻撃でしたね。そうですね、今日2点目のゴールです。さあ、アルティプラーノブナン圧倒的な強さを見せています。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。どうだ、裏のスペースを狙う。さあ、裏を狙っていきましたが、これは合いません。ドリブル、右へ預けて、右サイドへ振って、このボールをカットします。スペースへ出す、コース空いた、自分で行く、クリア。このピンチをなんとか出します。うわ、まだる。ここはクリアでピンチを出します。吉川、ここで受ける、上げてくる、どうだ、このボールがつながります。すぐ上げる、トルーズボール。ボール縦へ、自分で行く、あ、道ができましたよ。シュート、うーん、惜しくも外れたところで試合を止めます。前半終了。アルティプラーノブナ、もう少しでゴールというシーンでした。調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね、はい、内容も悪くないですし、本当に素晴らしいですよね。なるほど、アルティプラーノブナ大量リードで後半を迎えます。早々とこの後半始まっています。吉川、ハサノフ、アルティプラーノブナ、先日の試合は僅差でリードし勝利を挙げました。長いボールを送ります。これをカットします。スルーパス、抜けてくる、ブラジル、チャンスだ。さあ、上げる、中央へ、厳しいマークだ、ブラジル、チャンスだ。クロスを上げる、戻りましょう。もう一度、お互いのこう意図が合わないですよね。ブラジル、
前線へこの長いボール、田中は先ほどから守備のブロックが中央で固まっているという印象ですが、いかがですか北澤さん。そうですね、攻撃をクロスに絞らせてるんでしょうね。センターバックの選手がサイドに突き出された時は、残りの中盤の選手がカバーに入りますからね、はい、なかなか崩れませんよね。なるほど、チーム全体として非常に守備の意識が高いと言えますね。はい、ただ外でボールを回されてしまうとなかなかプレッシャーには行きづらくなる欠点はありますけどね。ドリブル、ここは一旦キーパーへ下げます。ドリブル、縦にボールを入れます、上げる、インターセプト。いや、今みたいなアリークロスはね、中の状況によっては効果的ですけどもね、今はちょっと合いませんでしたよね。裏に味方を走らせる、裏のスペースへ、チャンス抜けた、タイミング合いませんでしたね。チャンスだ、左にそれます。ものすごいコントロールでしたけどもね。こじ開けられない、うわ、右サイド空いてましたけどもね。ここは競り勝ちます。ロングフィードで狙う、つながります、大きく縦へ、瀬川、サイドチェンジ、ここは競り勝ちます。このボールに触ります、ここは競り勝ちます。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。長いボール縦へ、ドリブル、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。普段としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。浅野、瀬川、アルティプラーノ、ブナ、選手の交代を考える時間帯になってきましたが、ここまでまだ動きはありません。追加点、アルティプラーノ、ブナ、どこまで点差を広げるんでしょうか。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できてないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。当然ハットトリックということになります。うまいですね。これはアーリーヘディング、いやファインセーブです。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。
チャンスを迎えたシーンがありました。ここは競り勝ちます。三村、クロスボールにブラジル、アイアン、チャンスだ、来た、打った、左にそれます。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。ドリゴ、縦へのボール、パサノ、さあシュートレンジだ。どうだ、ここは読んでいました。ボールを下げてリズムを作るか、ミドル追加点、アルティプラーノ、ブナン、さらにさらに点差を離していきます。ベンチに動きがあります。普段としては立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。味方を走らせる、いい展開ですね。アリー送る、絶好の位置、ブラジル積極的に足を入れてきます。ルーパスを出す、さあつながるか、いいボールだ、ここは競り勝ちます。ムーニー、アイアン、さあ左へ預けて、スルーパス、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。さあ左サイドへ、吉川、試合終了、7対0、アルティプラーノ・ブナン貴重な勝利です。勝ち点3をものにしました。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。ブナンとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アルティプラーノ・ブナン勝利して勝ち点3を手にしています。